さあ、はい、いよいよ来ました。この曲の、まあ、美味しいところというかね、はい、サビの部分にまでやってきましたけれども、はい、まあ、見せ場として今言っていただいたようにね、はい、ね、前回夢の途中まで綺麗にこう太い声でね高い音が出つつあるこの流れで、はい、いくつものをちょっと行ってみたいんですけど、いけるかな。これいきなりここから歌うって結構高いと思うんですよね。そうですね。なので前回の復習兼ねて、はい、あの時思いのこうお辞儀していくパターンから、はい、流れでちょっと、なるほど、行ってみてどうなるか、はい、チャレンジしてみたいと思うので、はい、ちょっとじゃもうちょっとだけ位置を調整して、はい、はい、いいですか。では B メロあの時からちょっと行ってみましょうか。はい、はい、お願いします。あの時思い描いた夢の途中に今も何度も何度も諦めかけた夢の途中いくつも日々を超えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい。栄光の架け橋へと。はい、だいぶ高いところまで来ました。来ました。でも結構きつくなりましたね。もうどこの辺かわかんないんですけども、途中から抑え込めなくなりました。苦しくなってきてるんですかね、やっぱり。苦しさとやっぱ高さを出さなきゃっていう、ね、なんか意識になっちゃいました、はい、だからもうぐらいですかね。そうですね。後半だんだんもう、はい、まあ、空気も足りなくなってくるし、なってました。押していく力も弱くなっていくみたいな、はい、あの今その前回の復習で夢の途中までは、はい、なんかやっぱスムーズに出てる感じはしますけどね。あ、本当ですか。夢の途中までだったらもういいんじゃないですかね。なるほど。サビ行かずにそこで山場捨てる。A メロ、A メロボーイ、綺麗な A メロ B メロでしたねっていう。でもうここまで多分歌えて皆さんね、はい、カラオケとかで例えばアラモンさん聴いてて、はい、うわー来た来た来たってなるじゃないですか、はい、でまずもう私が考えるに、はい、サビと言ったってまあこれ長くありますけど、そうですね、はい、聴いてる人にわーうまいと思わす、はい、1個ポイントがあると思うんですよね。1個なんですね。まず、はい、まずここが出るようになってもらわなければっていう。え、これがですね、もう言ってしまうと、はい、この句ですよね。一番高い。いくつものこの句が出なかったらもうみんなズコーってなるわけです。なるほど。ここまで夢の途中まで積み上げてきて、句が届かなかったり裏返っちゃったりしてもズコーですよね。なるほど。でもこの句をなんとか出したい。はい。でこの句の音自体は、まあ、音ももちろん高いんですけど、はい、今アラボンさんが体の使い方でやることは、はい、B メロのつながりでいいんですよ。同じように高尾と言ったらお辞儀をする、はい、で空気で押す、はい、もうこれはこれをもうやっていくしかないんですけど、はい、ここの部分音が高いんですけど、はい、私はすごい歌う方としては難しいなと思うのがこの句という言葉なんですけど、はい、あの人って声を出してあいうえおってやるときに、はい、口の形に特徴があって、はい、あーといーとえの時というのは、はい、基本的に口って横に開くんですよ。あいえ。あ、確かにそうですね。で、おーと、はい、うーになると、口って縦に開くんですよ。そうですね。これ、形が全然出し方違うんですね、はい。で、ある程度の高さまではどっちでも別に苦しくないんですよ、はい。高くなったら、おとうはきついんですよね。なるほど。なんでかっていうと、前回ちょっとやりましたけど、うーとかおーってやると、はい、ここがぐってこう伸ばされてしまいやすいことというか、はい、うおーなんか特にそうですけど、でそのままの口の開け方で高音出しに行くと、はい、せっかく空気が出ててもこの辺の口の動かし方でこう空気を止めてしまう、はい、
出しやすいのは人にもよりますけど、あというのが一番出しやすいですね。あ、はい、あ、口角が上がって口が大きく開く。あ、はい、これくですよね。はい、かにしてあげたらいいと思います。いかつものとですか。ちょっとさ、あからさまに行くといかつもになっちゃうんですけど、はい、丁寧に行くって言ったら苦しくなっちゃうんです。ああ、なるほど、正面で戦っちゃうと。そうです、そうです、もうど正面から言うと苦しいんで、これくですけど、はい、あらっと気がついたらくって言った瞬間に行くじゃなく、いかつもの、ああ、ごまかすですか。口の形をあにして出しに行ってあげるといいんですよね。すごい。でもくに聞こえますね、ちゃんと。くって一瞬言ってあげたら、次はうーなんて丁寧に出さなくても、いかつものでも、うわー、すごい。これ多分ゆずのお二人もよくよく聞いたら、くーってよりかは、かー、あー、あとうの中間というか、ごまかしてるじゃないけど、まあこれテクニックですね。だから高音がうとかおに来た場合は、はい、できる限りあの口でいく、近づけてあげるってことですね。はい、これはてー、これはえですから、はい、あ、これはもう頑張るしかないですね。はい、そのまま、まあ口の開き方としてはこれでいいです、はい、まずその口の開き方の話ですよね。で、たど、これもおじゃない、おどうだ、はい、これもだからどは言ってますけど、おっていかずに、はい、おだと苦しい口になっちゃうので、たどり着いたで、あ、だって言ってますね。だって言ってますね。だって言ってでも、このあは出したいんですよね。すげえ。だから、どうという言葉を優先して出しに行くと、高音が抜けにくい。だから、ギリギリどうと言ってそうな抜ける音ですよね。はい、すげえ。まあ、これは本当に人によってなので、はい、まあ、あに寄りすぎちゃう人もいれば、はい、まあ、ドに近くで行ける人もいますけど、でも感覚としてはそのクとかドで上がらないってことですよね。たどーって言うと苦しくなっちゃう。たどりついた、うわー、すげえ。でも言ってる感じしますね。しますします、はい、今上がる、だから、これはもう全開です、 ですよね、はい、だから、これは全開で、あ、迷わずにすすすだ、これもうなんです、すだ、そうだ、これもすとは言った瞬間に進めばいいですよね。すげえ。いや、ここは本当に辛いところでした。ここも後半で、はい、しかも空気もなくなってきて、すの連打ですから、これ。すす。あ、そう、そうですね。もう、ううってなってるところに空気足りない高音ですから、これはもう、進めばですね。これも普通に、あの口にすればその声になるんですか？そうです。もう、すって言った瞬間に。進めばいい。進めば。すせーの、そうそうそう、そうです、そうです。あ、なるほど。そうするとね、歌い方もちょっとプロっぽくなるんですよね。すげえ。すすってやるとちょっと素人っぽいんですけど、す、はい、めばいい。で、この一番高いところ、えいこおーのなんですよ、これも。おです、これも、おっと一瞬言いますけど、あっていう、えいかあな、えいこおの後ろのこおのおですね。えいこわな、わな、あ、そうです、えいこわなでいいですね、そしたら。あ、なるほど、えいこわな、あー、すげえ、もうのがもうのもいらないですね。のはもうなですね。えいこわな、そう、かけ橋へと、確かに。これをまず口の開き方のテクニックとして、そうそう、そうです、そうです、日々を越えてたどり着いた今がある、だからもう迷わずに進めばいい、進めばいい、栄光の架け橋へと。そうです、ここがやっぱ一番難しいですね。進、ここやっぱ2個続いてるっていうのは、スッスッと戦っちゃう気がするけど、戦わない、ウーとかね、ウオーってくると、スサメバイ、スサメ、スサメバイ、そうです、そうです、そうです、開き方の意識としてはそうです、そうですね、口をだから横に開くってイメージですよね。口角が上がってほしいんですよね、はい、おーってスサメバイ、そう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 です、ってことですよね。で、実際本当にね、結構ゆずのお二人歌ってるのをそう見てもらうと、あ、そうそう、いかー
か口ですね、これ重要なの。音で覚えるより口で。もう高い音のうおは基本的に、そうそうそう。そうですね。いかつもの。ちょっとじゃあゆっくり一緒にやってみましょうかね、はい、またね。ワン、ツー。いかつもの日々を越えて、たどり着いた今がある。だからもう迷わずに進め。歌いやすくなってます。いいです。ここめちゃめちゃかっこいい栄光の今すごい呼吸が楽になりました。そうですよ、抜ける簡単に、簡単に抜けてくれるというか、ここが止まってるから抜けないんですよね、はい、呼吸渋滞が起きてました。呼吸ダッサイのと吸いたいのがここでもうおーおーおーってなってたんで、それがなくなりました。バーンと上げて上げてですよね、はい、これもしかしたらこの口の開き方だけで、はい、結構その高音が届く可能性もあるなっていう感じもしますけど、ちょっと何度も繰り返し言ったら大変ですけど、はい、大丈夫です。あの時から、はい、B メロ行ってサビです、ね、サビのところは、はい、さっきと歌い方変えずに口あを使って出したらどうなるか、ね、はい、ちょっとじゃああの時から言ってみましょうか。はい、ワン、ツー、スリー。あの時思い描いた夢の途中に今も何度も何度も諦めかけた夢の途中いけいつもの日々を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい栄光の架け橋へと。さっきよりかは全然歌いやすいです。ここだけです、本当に辛いのは。ここだけちょっと苦しいですね、栄光のだけ、はい、進めば今でいいんじゃないですか。ここまではもう全然さっきよりも楽でした。素晴らしい。あと気持ちいいです、歌ってて。そう、いやそうなんですよ。そこがめちゃくちゃ感じます。だから口の開き方を変えて出してる方が気持ちよくなれば、はい、聞いてる人のその届いてる声も気持ちいい声になるんですよ。なるほど。で今ね、するんですね、本当に進めばいい、ちょっとかっこいい歌い方してましたよ。本当ですか。進めばみたいな、こうすげえ今のかっこよかったですよね。皆さん今多分聞いていただいて、うわーってなったと思います。すごい。だから音域が高いので、はい、この音が出なくて大変っていうふうに思ってる方多いと思うんですけど、はい、今口の開き方変えただけですけど全然楽になりました。ちょっと高い音がこう近くに感じてると思うんですよね、はい。だから今の空気の量とその鼻に響かせるが B メロの段階で結構今アラボンさんできてるので、はい、とりあえずはこれ口の開き方だけで。なるほど。で一番最後の英語の駆け足へとの時になんで苦しいかというと、はい、やっぱりここまで来るのでですね、息して吐いて息して吐いてがだん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 こう疲れてくるんですよね。で高音でいっぱい出してまた吸ってってやってるので、もうこの辺ぐらいで結構こうもうヨタヨタヨタっとこう空気がなってきて、そうですね、進めで、しかも息が吸う時間がそんなないんですよね。進めばいい、そうですね、これしかないんで、はい、だからここはいい息吸った時にドカーンと AE が遅れてもいいです。進めばいい、はい、って行かずに、はい、進めばいい栄光の、ここで思いっきり吸って、あともうここだけですから合わせに行くとですね。もうそうです、もうこちらが吸ってから歌いに行って、はい、息があればあのもう口の開き方で結構近くまで行けると思います。思いっきり吸うんですね。はい、ここでもう吸って、絵の入りはあんまりタイミング的に気にせずに、はい、進めばいい栄光の、しかも栄光なんてまだそんな高くないですから、はい、そこであんまり空気を使わないでいっぱい吸っといて栄光
ならここで、ああもう全部出す、そうここだけ出せば、あと架け橋へとはその勢いでいきますから、はい、架け橋へとはそのあとこれだけですもんね。そうですそうですそうです。ここでいっぱいして入りをちょっと遅らしてでもパターン、ちょっとね高い音だいぶこう慣れてきてる感じはあるので、はい、ここのいくつものから、はい、いきますか、はい、栄光の前にいっぱい吸って、今アカペラですから、はい、ちょっとテンポ遅くなってもいいので、はい、まず1回吸った空気で栄光は何に行った時にどれぐらい近寄れるかも測るために、分かりました、ゆっくりめでいいんでちょっといくつものから行ってみましょうか、ワンツーで入ります、はい、ワン、いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある、だからもう迷わずに進めない、栄光の架け橋へと間に合いました。ちょっと極端かもしれないけど、いや全然そんなことないです、間に合ってます、間に合ってました。で、ウォーノが出てたらこの辺の遅れは誰も気にならないんで、なるほど、今皆さん出てましたよね、ウォーノは素晴らしい、しかも出ると大丈夫でした、さっきより苦しくなかったそうですよね、はい、空気があればここだけガンと上がってくれると、はい、多分出ますね、これは。あ、本当ですか、出ると思う、だって今実際音程届いてますから、だから音域がアラポンさんの持ってる音域で届かないわけじゃなくて、はい、出し方でちょっと苦しくなってた部分を、はい、頭からいろんなことをしながらちょっとずつこう直してきて、はい、今一応一番の終わりまで行きましたけど、そうですね、これをねちょっと当たり前のようにできるように体が覚えてくれたら、そうですね、練習ですね、じゃあこれは次までの、うん、宿題ですね、これ。そうですね、まあでもやることはセクションごとに結構限られてるというか、はい、あの基本的にやっぱり最初歌ってもらった時みたいに声が出てるので、はい、その声が出てない人を出しに行くのは大変なんですけど、もともとそれこそその舞台の経験もあってか、今までの芸人さんのこう積み重ねもあってかね、音量自体はちょっとのヒントで出るようになったので嬉しいっす、もう本当素晴らしいと思います。なのでこの栄光の駆け足という曲を歌う時のテクニックをいくつか今回で覚えましたので、はい、そうですね、これをちょっと繰り返しやっていただいて、はい、1番が当たり前のようにできるようになったら、これが今度2番で最後のサビ1回落ち着いた後でしますよね、カーズマーノが来てしますね、で一番最後なんか終わらないその旅へとの後も君の心そうです、ね、そうあそこはもうあそこはもうダメです、もう意識ないです普段は意識ない、もうハーハーとかのレベルじゃなくなっても最後歌った時はそうですよね、はい、ほんまゆずのお二人もそんな楽に歌える曲じゃないと思うんですけど、はい、ただ冒頭に言ったみたいにアラポンさんもゆずのお二人も同じ人間ですから、そうです、ね、やることがちゃんと決まっていけば、はい、できないことはないはずですし、今この1番を通して聞いてみても、はい、絶対いけると思うんで、わかりました、じゃあちょっと僕これ宿題で練習しておきます、次のレッスンまでにちょっとこの1番を歌い方いっぱい覚えて、はい、これが当たり前できるように覚えていただいて、わかりました、その積み重ねでまたちょっと後半も行ってみたいと思います、はい、はい、ということで栄光の駆け足1番のサビコーナー行きました、お疲れ様でした、ありがとうございました。